笑いから始まる。あのすごいマイクこれ入っちゃうよ。あのはいっていうなんか、うん、身内の騒動で始まってしまいました。はい、毎週木曜日、夜の8時からお届けしております。ここが我が家、今回第53回目でございます。はい、テーマは青い鳥って知ってますかというね、あのそういうタイトルですけど、今日はちょっとですね、なんていうのか、久しぶりに、キャップをかぶらずにやってますけどね、全然ええ感じじゃないあのちょっとその間にちょっとやりたいことがあるので、あのジングルを一個一度入れたいと思います。はい、再び戻ってまいりました。何をしてたのかというと、この上にライトがあるんですけどね、あのまあスポットというようなものではないですけど、それはちょっとオンにさせていただきました。はい、ということで気を取り直して、全然気は取り直してませんけども、はい、今夜もお届けいたします。私、炎の地球大掃除委員会代表の おっちゃんでございます。そして、ですね、本来だったら炎のギタリスト原大輔っていうね、紹介あるんですけど、今日は違います。じゃあ自己紹介していただきたいと思いますけども、炎のなんや、スープ、マイク使ってもらっていいですかっていうか持ってやるんですか、やっぱり持った方がこの間と一緒やな。漫才やってみたいですね。そうですね、はい、左近英俊と申します。ピンチヒッターで左近英俊。はい、ちょっと滑舌はいい感じですか。左近英俊。はい、はい、今日もかぶってきて。ああ、そうですね、はい、ちょっとこれがないとね、落ち着かないんですよね、はい、でも本当にカメラの問題かな、なんかこうくしゃくしゃに見えますよね。いやいや、左近さんだけじゃなくて、あ、そうですね、まあ、僕もそうですけどね、うん、はい、この放送はネット放送局ユニミックスがお届けしております。はい、そんな感じで僕大体こんな感じのマイクの距離だけど、グワッてやるから左近さんの時だけグッて上がって、まあそんなこと細かいことも言う必要もないですけどね。はい、じゃあそれでは早速行きたいと思います。もう行っていいのかな。いいんじゃないですかね。はい、じゃあ本当はここでねジングルを入れたいとこなんですけど、先ほどジングル入れましたので、もうあんまりジングル入れすぎたら怒られそうなんでね。はい、で今週のニュース、はい、今週のニュースね、はい、いつもお届けしてる、ちょっと探すページをね間違ってますけどね、いつもですねFacebook の思いやリンク地球村っていうグループのサイトがあるんですけどね、そこのニュースを拾わせてもらってるんですけれども、まあ今日はねテーマ的にはね、青い鳥って知ってますかっていう内容で、ちょっとそれにちなんだ内容が結構上がってたのでね、それをアップ拾っていこうかと思ってたんですけど、それ以外にもいくつか入ってますので、ちょっと紹介したいと思いますけどね。ただ映像をそちらにこう紹介できないのが申し訳ございませんけれども、一つ目、はい、音波で炎が消える、大学生が発明した水を使わない消火器がすごすぎる、ちゃーっていうことですけれどもね、はい、これどう思いますか。水使わないでどういうことですか。音の圧力で消すみたいな感じですか。いや、言ってるじゃないですか、音波でって言ってね、はいとか言ってすいませんまた突っ込んでしまいました。いや、何なんですかっていうよりもね、これ本当にね、僕いつも思うんですけれどもね、みんな何だろうな、小学生ぐらいか中学生ぐらいでね、かなりいろんなものをこう洗脳されしすぎてる。まあ例えばこう火がつきました、はい、でね、燃えてる、はい、熱いってなるじゃないですか、はい、あれの原理っていうのもね、こう変な捉え方してるんですね。
で暑いって一体何なのかっていうことも、うんうん、本当は分かってないんですよ。へえ、うん、確かに言われてみたら、いや本当なんですよ。でこれもだからね、これもっていうか、こう指さしても放送を聞いておられる人には全然何のことか分かんないですけどもね、これですけどね、これはこれ見したいんですけど見せれない、音波ってね、だから最終的に波長であるんですよね。あ、分かりました。なんか炎と逆の波長をぶつけて、まあもちろんそれもあるしね、それから単純に火っていうのは水で消えるんだっていう認識しかないでしょ。あ、そうですね、確かに。じゃあその水って一体何なんですかっていうことが、みんな水っていうのはこう例えば飲む水とか液体の水とかっていうふうにこう思ってるし、火っていうのは液体をかけないとみたいな、まあもちろんガソリンかけたらダメですけどまあそういうのがありますよね。だからそういう意味ではね、これ革命的な消火器を完成させましたってなってるけれどもね、これこの大学生だけじゃなくて、他のそういうことを理論的に分かってる人はね、もうバカみたいな話って言ったら怒られますけどね、じゃあ本当怒られそうな感じですけど、もう分かってる人は大体分かってます、これは。はい、ということでね、ただこれはそういうこうどうお伝えしたらいいかな、すごすぎるっていうコメントがね、ちょっとこうあんまりすごくないと思うんですけど。あ、そう、おっちゃんからしたら、いやいや分かってる人からしたら。あ、そうか、うん。でまあそれ以外でももちろん火を消す方法ってあるじゃないですか、他にもね。風で、まあ風でっていうのがありますよね、うん、確かに爆風をバーンってこうぶつけてとかっていうのありますけどもね、はい、まあそういうことでこういうのが発明完成されたっていうことですね。革命的な消火器っていうことで、はい、まあ火には火によ、目には目を、歯には歯をってあるでしょ、はいはいはい、もしかしたらそのうち火が燃えててそこに火をかけて、あ、それ聞いたことありますよ。でもね、はい、ダイナマイトで油田ぶっ飛ばすっていう、あれは これのみたいな感じじゃないですかね。これのですね、これのみたいな感じですね。はい、まあ、じゃあ次行きましょうかね次は動画でね、素敵っていうこの動画はこう本当はダウンロードしてねお店でできてたらよかったんですけども、うん、ちょっとすいません、パスすいません、次回ということで、はい、でこれ最初こう拾いたかったやつね、このね、記事のタイトルは日本の見捨てられた子どもたち注目の記事っていうことでね、日本ではあまり知られていない日本の子どもの貧困問題をカタールの衛星テレビ局アルジャジーラが放送したっていう、まあそういう内容なんですよね、これね、はい、これ記事の内容見ました。僕初めて見ました。養護施設とかっていう言葉で出てましたけれどもね、はい、要するに親がいない、はい、あるいは、まあ親がいないってことですね、結局。あ、いないだけじゃな、ちょっと説明しきれない、例えば虐待を受けてて、はい、こう親の元で暮らせないとか、まあ、そういう子どもたちがこの施設にねかなりの数いるわけですよ、はいはい、それが日本全国にたくさんあるっていうことでね、はい、で日本っていわゆるこの先進国って言われてるでしょ、はい、でそういう国でこういうふうな施設がたくさんあるっていうことを問題にして取り上げてるんですね、はい、で、さらにこの中でね日本だからっていうか日本はねこの里親制度っていうのがあんまりないっていう話もここに出てくるんですけどね、うん、でこれ昨日ちょっと左近さんと少し話しましたよね、うんうん、こういう施設っていうのは一体どうなんだろうかとか、うん、あるいはこの里親っていうものは一体どうなんだろうかとかね、うんうん、でまあ、これは2部というかこの後であれですよね、また左近さんと一緒に青い鳥を探すのか、はい、青い鳥って一体何なのかっていうことを、まあ、一緒にね、そうですね、考えていきたいと思うんですけども、はい、そしたらですね、それで、あとちょっとじゃあちらっとだけもう少しいきましょうかね、まあ、そういう問題とかですね、あとね、次の記事がですね、世界で最も物悲しい仕事として
海外で報じられている。でそれはどういう仕事かというと、日本の孤独死現場清掃処理業者ということでね、はい、まあ、亡くなられた方がいて、それをこう、まあ、清掃したりいろいろされるっていう、まあ、そういう仕事なんでしょうね。これね、孤独死、はい、まあ、なんで僕が入って言ってんねん、はい、呼ばれたから入って、向こうの方で久人さんっていう声が聞こえましたのでね。ということでね、はいはい、こういった問題についてもちょっと今日は少し取り上げたいなというかね、はいはい、でね、今ね、僕ちょっと探してるの何かって言ったら、今日のタイムテーブル探してるんですけど、さっき、あそこにどこ行ったかな、よいしょ、ないですか。ちゃんとタイムテーブルねあるんですよね、すごいな。じゃあちょっとこれ僕次の読んでる間にちょっとさっきここまでここにあったからね、そうちょっと探してもらえますか。向こうの机の上にあるかもわかんないです、すいません、どうも。はい、まあはい、ありました、はい、そうですか、はい、時間的な配分でね一応進めていきたいと思っております。一つ目のCM 流すの忘れました。さっき流したんで、流した、あれはジングルなんですよね。あ、そうか、はい、じゃあ今週のニュースの中にちょっと入れたいなと思ったんですけど、安倍総理がね、新経済サミット2015っていうところで語られた内容とか、それからこのね2015年のこの、アベノミクスっていうんですかね、その骨子みたいな内容をね本当はこうダーッと紹介したかったんですけれども、時間がないのでやめます。ここにありますよっていうことだけちょっとそれで終わりはい、じゃあすいません、どうも。それではじゃあ一つ目のコマーシャル行ってみたいと思います。炎のギタリスト原大輔登場。音楽やってて気持ちを込めて歌うとか心を込めて演奏するとかよく言うじゃないですか。でもその込める気持ちとか心って何かなと思って、込めるものがないと込められないんですよ。それが分かって演奏してるミュージシャンってどのぐらいいるのかなってちょっと疑問ですね。地球村にはその答えがあるから僕は参加してるんです。はい、再び、スタジオに戻ってまいりました、はい、それじゃあですね、引き続き、行ってみたいと思いますけれども、今回のテーマはね、青い鳥って知ってますかっていうテーマですね、うん、青い鳥、はい、ちょっと僕注文多いですけどね、手で持たないんだったら持たないでマイクを指向性じゃあれなんで、はい、よしちょっともう一発突っ込んだろうか。ミュージシャンだったらそれぐらいのことをマイクの使い方ぐらい分かっとけ。はい、これでそれもちょっとまだ歪んでるぞっていうか、このマイクスタンドの使い方自体が荒っぽいですねこれね。まあこういうふうに使う人もいますけど、まっすぐするよりここがせっかく動くんだから、すいません、僕はむちゃくちゃいじめ指導が入ります。でスイッチオフになってるんですよねマイクね。オンです。オンオフにしながら動かしてもらった方があんまりごちゃごちゃ入らなくていいので、はい、はいはい、後で反省会をっていうよりも後でお叱り受けそうですね。あんまり放送中に突っ込まないでくださいよって言われそうですけれども、はい、
チャット読みましたっけ。いやまだです。はい、じゃあちょっとここで少しチャットね、こんばんはって、お二人ともヘアスタイル似ていますねってね、似てるのかな奔放ですね二人とも。あ、似てんのかな、うん、はい、ありがとうと言っておきましょう、チープな感じが似てるっていう貧乏臭いってことですかね。なるほど、そこまで読んでから考えないといけなかったですね。そうか、庶民派ですよね。チープか、そうか、そうですよ。チープっていうのはどういうのがチープになるんですか。だって左近さんですごいお金かけてこのヘアスタイルそうですよ、作ってるんですよ。これね、命かけてるんですよね。そうですよ、命かけてるんですよ。命ってすごい重いじゃないですか。ウランちゃんみたいな髪型になって。そう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 。はい、こうね行くでしょ。美容室行ってね、はい、理容室かな。はい、すいません、ウランちゃんにしてくださいってね。二度聞きされますもんね。って、ね。ウランちゃんですよ、ウランちゃん。鉄腕アトムのウランちゃんですかって。で、分からない時にはいつも絵本っていうか写真持って、はい、切り抜き持ってて切り抜き切り抜きウランちゃんの切り抜き持ってて。いやいやいや、知ってますよ、携帯開けたらウランちゃん出てくるこういう公共の放送で、はい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 、最初パッて見たら左近さんの自分 の写真かなと思ったら、よく見たらウランちゃん回ることないことね、今のは全部冗談ですので、はい、ウランちゃんは出てきませんね、はいはい、お間違いのないようにで、こんばんはってね、ログインされて入ってきていただいているアマモンさんですね、はい、愛感謝っていうのね、もう愛感謝必要な大切な言葉ですけどね、ありがたい。なんかちょっとこう一時使い古された感っていうふうに思われたりとかもね、結構しますけどね。いやでも素晴らしいです。はい、そうですよね。勇気づけられますよ。うん、はい、おっちゃんミスターサコン、お疲れ様です。いや本当にね、疲れてるんですよ。もうやめていいかな。いや本当にね。はい、はい、今日もこう結構焦りながら放送始めましたけどね。はい、パッと見たら、あ、8時だよって言ってね。そうですね。はい。で大丈夫ですよ、みんな待ってくれてますよという左近さんのコメントがあったので、あ、そうか、おっちゃんパジャマですもんね、はい、そうそうそう、実は下ね、赤いパジャマサンタさんみたいなね。そうそう、なんでかって言ったら本当に下着替える時間なかった気がついたら8時だったんで、慌てんぼうすぎるサンタですよ、はいはい、で左近さんが、映らないんですかって、大丈夫大丈夫、下は映らないからいや俺はい、あと、はい、水は燃えま、あ、これもあ、燃料に使うって。そう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 。あ、だから本当になんていうんですか、こう洗脳されてるみんな。うん、うん。だからそれを一旦洗脳解かないといろんなものが分かってこないっていうことですよね。うん、はい。でその洗脳解かないと今日のこのテーマ、うん、青い鳥、これも分からないっていうことでね。はい。でじゃあどっから始めていったらいいかなって思いますけれども、ですね。はい、まだあと8分ぐらいあるので OKOK いきますね、うん、でまあ本当はこの青い鳥っていうところのテーマじゃなかったんですよね、最初はね、昨日話してて、はい、はい、で先ほどもこう紹介させてもらった中でね、孤独死のこととかね、うん、施設のこととかで、まあ何を隠そう、左近さんは実は炎の介護士でもあるわけですよ元ね、はい、元、はい、なのでね、でそういう中で僕が質問するので、うん、で左近さんがいろいろ説明話してくださいって言ったら、大丈夫ですよ、僕もうやりますよってなんなりと、そういうね、はい、感じだったんですけども、はい、そういうことをいろいろ昨日、打ち合わせしながらですねやってて、でなんでここに来たかはちょっと今忘れたんですけど、青い鳥っていう童話、やっぱりその施設とかね、入ってはる人、その本人さんので幸せなんかなっていうところ、そうですね、音量のレベルメーターがすごく低くなるんですけど、なんでなんですか、まあ向きかな、それとも向きっていうよりもクワッと出てない、クワッと腹から声をそうです、本人さんらが幸せなんかなっていうところから、その幸せ言うたら青い鳥やなって、あ、
話になったんじゃないですかね。ここいいポイントですよね。まあ、青い鳥一旦置いときますけどね、本当にそういう施設とか、まあ、里親も含めてそうですけどね、まあ、でもこれはある意味致し方ないところあるけど、ただただその当人っていうのは本当に幸せかなっていう話ですよね。そうですね、そこに本当の生活っていうのがあるのかはいはい、っていうのはやっぱり思いますね。でね、そのことはね、先ほどの紹介した、その動画の中でね、出てくるんですよ。そこにいる、14歳の子かなが、こう語ってる内容が出てくるんですよ。やっぱり、幸せではないみたいなね、なんかいろんな複雑な、心境を、語ってましたね。なるほどなるほど、はい、まあ、そういうことでその青い鳥見に行ったんですよ。はい、で青い鳥って知ってるって言って、あの二人でね、でどういう内容だったかなって、大体の内容はその幸せの青い鳥っていうのを探して旅に出て、で帰っ見つからなくてっていうかね、で帰ってきたら家にその青い鳥がいたっていうふうに理解してたんですよ。多分でもみんなそういうぐらいの理解ですよね。あとチルチルとミチルが出てきてとか、はい、まあ、ここで言ったら、チルチルとミチルっていうのも最初名前出てこなかった。ヘンゼルとグレーテルかな。そうそう、ヘンゼルとグレーテルかなって。で僕もそういうふうに言われて、あれチルチルとミチルだと思ってたけど、ヘンゼルとヘンデルか、グレーテルって言われたら、あ、そっちだったかなとか思いながらね、で、まあ、ネットで調べたら一応チルチルとミチルだったんで、よかったよかったっていうことで、お祝いしたんですよね。そうですね、はい、乾杯して、ね、乾杯して、今に至る、はい、今に至る。でところがね、その奇特なことにね、さすが炎の何でした今日は。炎の、社会福祉ですでいいのかな。いいです、社会福祉士の、炎の社会福祉士のね、左近さんはね、さすがですよ。昨日打ち合わせした後家帰って、はい、ちゃんと動画見ましたからね、はい、僕からいいですか、はい、青い鳥内容をちょっとかいつまんでですけど、はい、じゃあ解説、はい、ちょっとネタバレになってしまうんですけど、はい、まあ、その青い鳥って多分みんな知ってると思うんやけど、メーテルリンクさんっていうベルギーの方が1911年に出版して、1911年、ね、に出版してノーベル文学賞をもらってるんですよね。はいはいはい、はあ、そうですね、すごい僕童話やと思ってたから、なんかアンデルセンとかそんなんなんかなと思ってたんですけど、ね、はいはいはい、だからメーテルリンクさんという人の、で昨日ちょっと動画見てたら、思ってた内容とはかなり違って、はいはいはい、かなりメッセージ性が強い内容やなって、あ、それで今動画っていう話ありましたけどね、もともとは劇だったんですね。あ、そうですそうです、はいはいはい、でそれ僕が見たのはその劇のを映画化したやつで、それはそのアニメ的なやつですか。いや、それとも実写版みたいな感じ。多分50年代ぐらいのやつだと思うんですけどね。なるほどね、はい、でそれちょっと見てて、まあ大まかなストーリーとしたら、ちょっとあまり裕福でない貧乏な子供のチルチルとミチルが、クリスマスの夜に夢を見たんですね。で、その夢の内容はおばあさんが夢の中に出てきて、うちの子供が死んじゃいそうやって、で青い鳥が見つかったら子供が治んのになって、で探してきてくれへんかっていうので、チルチルとミチルがよっしゃー言うて、よっしゃよっしゃー言うて、よっしゃー言うてね。でね、その人から魔法使いのおばあさんから帽子をもらってねお、帽子がこれポイントなんですか。そう、これがキーアイテムなんですよ、はい、帽子ね、で帽子ね、かぶってここになんかね、ダイヤルみたいなダイヤがついてるんですよ。おお、それ原作もそうなんですかね。原作もそうらしいです。ダイヤがついててね、それを回したら、はい、精霊が見えるようになるんですよ。おお、物の霊とかが。おお、ほうほう、でそれを使っていろんな世界に行くんですね、うん、でもなんで回さないといけないんですかね。最初から見える帽子だったら回さなくていいのにね。それもね意味があるあるんですよ。でいろんな世界行った時にちょっといろんな危険な目とかにあったりするんですけど、はいはいはい、その時にそれを回したら、パッとそこからその世界から逃げたりとかね、いろんなことができる。そうなんです、そうなんです、ね、はい、ああ、なるほどなるほど、そうなんです、そうなんです。そうか、チャンネルを変えるみたいな。あ、なるほど、はい、はいはいはい、でいろんな世界、未来の世界とか、あと死の世界とか、あと欲張りしかいない世界とか、はいはいはい、戦争ばっかしてる世界、あと天国とか、は
あと死んだおばあちゃん、うん、おじいちゃんおばあちゃんに会ったりとかね、はいはいはい、いろんなところに行って、で青い鳥は結局ね、うん、どの世界にもいるんですよ、うんうん、でも青い鳥をカゴに入れてその世界から連れ出したら、うん、その青い鳥は死んじゃったり黒くなっちゃったりして、うん、結局元の世界には連れて帰れなかったんです。あ、だからあのどこの世界に行っても一応いて、はい、でそこのあの檻の中からというかカゴの中から出したら変わるんですか、それともあのその世界から出たら、その世界から出たら、うん、あの気づいたら色が変わってたみたいな感じ、うん、そんな感じ。あ、ね、まあ、ちょっといろいろあるんですけど、今日はなんかすごい豆知識ですね。そうなんです。で朝それで目が覚めたら、うんうん、目が覚めて結局青い鳥見つからへんかったな、うん、チルよ言うて、うん、チルチルよ言うて、はあはあ、でそれはおばあちゃんが、うん、じゃなくてお互いがね、お互いがあかんかったなあ言うて、はいはいはい、いつも通りご飯食べてたら、うん、朝ご飯食べてたらね、うん、いつも飼ってる鳩がいつもより青く見えたん。おお、そこもなんかちょっとミソですね、うん、ちょっと青くないみたいな感じ。そんな言い方するんですか、うん、そうそうちょっと青くないみたいな、ルこれ見てちょっと青くないみたいななんか今風なそんな感じ、そんな感じなんですよそれってなんか青いよって言って、でこれあげようよって、え、あげるってこうあれですか、フライ、はい、あげたみたいな感じですか。え、あ、じゃあフライ、フライじゃないです、違うんです。いや、びっくりした、あげようよ、ノーベル文学賞ですねそれは。あげるってどういうことですか。あげ、あの子供にね、あ、あ、欲しがってた、っ、ね、はいはいはい、きっと元気になるよって言って、あ、であげたら、すごいすごいすごい、子供、まあ元気になったんですよ、はいはいはい、でも、うん、その鳩はあげて見てたらね、うん、顔から出してたら飛んでちゃって、うん、逃げちゃったんですよ。おうおう、で最後ね、チルチルが、あのお兄ちゃんの方かな、うん、チルチルが、うん、誰か鳩を捕まえてくださいって、うん、僕たちには鳩が必要なんですって言って、うんうん、それで終わるんですよ。ああ、なるほどね、うんうん、だからあれですよね、あのみんな基本的に思ってるのはその青い鳥っていうことで、結局、うん、あの幸せっていうのはあの身近にあるんだよみたいな、うん、あのイメージでその内容を理解してる、うん、僕もそうでした。けれども、うん、実際にはそこともちょっと違うような感じっていう、うん、だいぶ違いますね。ですよね、はい、で、ウィキペディアではね、あれですよね、あの確かね、死と生命についてみたいな、うん、それをなんかこう訴えたいっていうようなことがこう書いてあったんですよね、うんうん、だからそういうね、うん、あの場面っていうのもあって、うん、天国にチルチルとミチルが行った時にね、うん、真っ白な部屋で、うん、真っ白な空間なんですね、はいはい、で子供がいっぱいいるんですよ、はいはい、青い服を着た、うんうん、子供がいて、はい、でみんな何してるのって、うんうん、聞いたら、生まれるのを待ってるのって言って、お、え、それあの青い鳥の中に出てくるんですか。出てくるんですなんか生まれるってね、面白いでしょ。まあ面白いけど、あのそれを輪廻とされ、あの理解してたらちょっとこ う, そ う, そうあれですけども、あ、まあ、実際、うんうん、そのまあメーテルリンクさんは、うんうん、結構当時のオカルト、うん、オカルティズム、はいはい、神知学とかに割と興味あったみたいで、はいはい、でまあその話の中では、その子供たちが、うんうん、なんか一つずつ、うん、あ、生まれる時を待ってるって言ってて、うん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 、で一人一つずつ運命を持っていかないといけないんだって言って、うん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 、私は人を命を救う薬を発明するのみたいな、はい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 、私は、うん、なんやろ、いろんな、あの、何や言って、太陽系の惑星をの連合の国を作るって、うん、まあ要するにいろいろあるってことですよね。そうそうそう、全部上げてたらもう番組終わっちゃう。そう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 でもあとすごい一人、すごい人がおって、一人だけ言わせてください。一つだけ言おう。あの眠ってる男の子を見てって、あの子はね、人間が今まで手にしたことのない幸せを持っていくのって、うん、ちょっと待って、眠ってる子がいて、うん、眠ってるっていうのはそのあの待機してる中にバーッと眠ってて、 で、はい、でその子はもう一回言って、その子は人間が、うん、人間がまだ知らない、まだ知らない幸せを、うん、持っていくのって、おこれすごいなと思って、ある意味ちょっとこれ召し足層的な感じかもしれないですね。そんな感じなんでしょうね、うん、おでまだ眠ってるわけなんだ、うん、眠ってるっていうのは要するにまだ時じゃないっていう、時が来てないっていうね。でその話の中でね、うん、その時っていうのも擬人化されてて、あ、はい、おじいさんなんです、
白い服着た。あ、なるほどね。すごい、でもそれ面白いなと思って。ということで今日あたりあれですね、蔦屋かどっかでこの青い鳥がなんか急にレンタルが、そうですね、なんか、なんで全国の蔦屋から青い鳥が消えた、うん、青い鳥がどこに行ったんだ、お前いことつながりやすい。じゃあ、じゃあもう今日はこれで終わってもいい感じの、今のあのオチが最後青い鳥がね、どこにでもほんまにね、考えさせられる映画でしたね。そうですね、大人向きやなって思いました。はいはいはい、ただあのまだちょっと本題には言ってないけれども、あの青い鳥についてね、うんうん、だからあれですね、本当にみんなに問いかけて、そしてなんかこう一応答えがそれぞれあるなっていうなのもちょっとこう、うん、ありそうですね。そうですね、うん、なんかこう問題定義して、うん、でとりあえずはまず考えることが大切で、考えてよっていうのも、うん、案に、まあ、あるのかもしれないですね、うんうんうん、あとその最後チルチルが、うん、僕たちには青い鳥が必要なんですって言って、うんうん、やっぱりその子どもの世代というか、うんうんうん、まあ、そういう子どものにね、幸せっていうの、うんうん、の意味、うんうん、考えてほしいねっていうのと、今大人がしっかり考えてあげないとっていうメッセージもあるのかなって。まあなるほどね、そういうのもかな。いやでも本当におっちゃんがね、ちょっと思うのはやっぱりその青い鳥っていうかね、それこういわゆる幸せの代名詞としてこう挙げられてるわけですよね。で結局はほとんどのね、こう人間がこの長い歴史の中でね、その青い鳥、まあ、いわゆる幸せって一体何かっていうのが分からずに、分からないっていうか、その明明に思う幸せ感みたいなのを持ってずっと来たわけでしょ。そうですよね、本当に長い歴史、うん、ずっとね、うん、でそれでいいんだと思ってきたし、うん、ところが、最近知ってますか、今ネットを騒がしている、え、何ですか、ユニタイムズっていう僕も何度か聞いたことあるんですけどね。ちょっと僕も聞いたことありますわ。あんまりね、うん、なんか評判ね、うん、良くないですね。あ、そうですか。僕の周り、僕の界隈では。なんかそうか、はい、あ、それはまああるかもわかんないですね。ちょっとね、うん、ちょっとあまりにもね、ちょっとこう温度差がありすぎるっていうかね。僕にはちょっと受け入れがたいわって、うんうん、だからそのためにまあここが我が家が、そうですね、そうですね急に普通に戻りました、はいはい、まあ、でもね、本当にその幸せとかそういうことに関してはやっぱりね、うん、まあ我が家でやんわりやんわり生きながらね、うん、ユニタイムズ一回本当にこの我が家今初めてご覧になっておられる方はね、ユニタイムズぜひ一度ネットでユニタイムズって言った動画出てきますから、うん、YouTube でもね、うん、見られたらいいと思いますよ。僕からしたらおすすめですね。やっぱ、はい、そうですね、うん、でもね、本当にすごい人生観っていうか、うん、変わりますよね、そのユニタイムズとか聞いたら。そう、あ、思いますわ。変わるっていうか、変わらないとね、本当にね。そうですね、うん、じゃあちょっとチャットを聞きましょうか。あ、そうですね、さっきのね、髪型の話もなんかまた出てきたような。あ、まや、きっとお二人の専属 のヘアスタイリストさん苦労した感が出ています、そのヘアスタイルは。そうですね、うん、そうですね、まあ専属いることにしときましょう。はい、はい、カリスマ美容師がね、はい、カリスマ美容師、はい、そして、愛の力は原理を軽く超えていくちゃーっていうことでね、これもユニタイムズ的な見解ですね、それから波動帯域を何ですか、調節できる帽子なんですね。かっこいい。かっこいいですね。ね、まあ波動帯域っていうのね、うんうん、まあそういうピピピってやったらね、いろんな霊界通信とかっていうのを聞けたりとかね。で次ちょっとこう難しいですけどね、堕落した世界には連れてこれないのかな、来れないのかってことですけどね。まあこの、まあ表現もどっちかというとユニタイムズ的表現に、うん、なるかもしれませんけど、その青い鳥がね、うん、やっぱりその世界から出したらダメになっちゃうって、うん、死んじゃうっていうのすごい考えさせられますよね。考えようか今から。はい、いいですか。なんでやろ、僕が思ったのはね、ちょっとその前にですね、はい、コマーシャル一回ちょっと行ってから続き行きたいと思います。今日、はい、スケジュールちょっと変わりますけれどもね、うん、はい、じゃあ、炎のなんだろう、霊感師姫の姫ごと
放送されてます姫でございます。自分自身の持って生まれたものっていうんですか、これをなんとか役に立つものにならないかなって、なんかそれをねきっかけくださったのが本当に地球村だったので、何かねお手伝いしたいなと思って来させてもらってます。皆さんねこれから本当にどんどんねいろんなこと入ってくると思いますし、つながってくると思います。それに対して正しい目を持ってください。ちゃんといろんなことを知るっていうことがすごく大事ですね。怖がらないで気持ちに蓋をすることもなく、みんなで同じところに行ければなっていうのをずっと思ってやってます。皆様一緒に行きましょう。姫でした。はい、再びスタジオに戻ってまいりました、はい、ということで今先ほど話そうとしてた、はいはい、だから消えちゃうっていうね、うん、こう出そうとしたら、はい、うん、じゃあ、あ、解説、解説というか、うん、左近感、あ、僕が思ったのは、うん、まあ、その幸せを、うん、まあ、その劇中でもまあ似たような言葉はあったんですけど、うん、捕まえ、自分のものに自分のところに留めようとしたらあかんって、うん、留めようとしたら、うん、その幸せっていうのは、うん、幸せをとどめようとしたらダメだっていうことは、うん、もうちょっとこう分かりやすく言うとどういうことですか。例えば、うん、幸せになっちゃいけないってことですか。そうじゃない、じゃなくてとどめてはいけないってことは独り占めしたらダメっていうか、何やろ、みんなで幸せを分け与えましょうっていう、うん、そんな感じな、みんなに最後ハット飛んでちゃったじゃないですか、あと青い鳥、うん、違う人のところに多分行ったんやろうなと思って、違う人のところ、あ、ジュングリジュングリこう回っていくってことですか。うん、いや、どういうことなんやろ。まあその、うん、いわゆる行った先の世界があったわけですよね、うん、でその世界から出そうとしたら、うん、変わっちゃうわけですよね、うん、これちょっと来週に引き続いて皆さんからのお便り、そうですねほんまにね、僕まだ本読んでないんですけど、はいはいはい、本も読もうと思うんですよ、うん、すごい面白くて、 あと映画の方もねほんま面白いんで見てほしいです、うん、あ、なるほどね、おっちゃんも見てください。おお、そうか。それでその青い鳥のね、はい、そのことについてね、うん、その話の中に出てくる光さんっていう、うん、光さんちょっとした魔法使いみたいな、うん、お姉さんがいるんですね、はい、その人が言ってたのは青い鳥は自由じゃないと歌えないのって。青い鳥は自由じゃないと歌えないの、なんとなく分かる気がしますね、うん、なんとなくね納得しちゃうような、自由でない、まあ、要するにその幸せっていうものにその自由っていうものは切り離すことができない的なところでなんとなくちょっとこう理解 しちゃうかなっていう感じですけどね。僕もね正直まだうまいこと理解というか考えがまとまってないところがあって、ちょっとねちゃんとしたね、はい、うん、読みたいですね。読みたいですね。読みたいです。そうか。じゃあ今日はですね、そのさっき言った孤独死であるとかね、うん、なんかいろいろこうあったじゃないですか。子供のね、問題とかいろいろ。それちょっとこうそこまでこうダーッとちょっといけませんでしたけれども、一旦今日はそのね、青い鳥って知ってますかっていう、この青、ここで言う青い鳥っていうのはだから、その青い鳥の、まあ、隠れたその意味であるとか、うん、あるいはその青い鳥っていうその動画っていうか映画というか、うん、それを知ってますかっていう、うん、まあこういう2つぐらいのなんかいろんな意味かけ、うん、こうかけたそういうテーマ、うん、今日はね、そうですね、はい、ということでもうちょっとチャットいきましょうか。あ、そうですね、愛の力で物質波動帯域を上げたんですね。ああ、なるほどね。あ、そうですね、どういうことなんやろ。難しいね。難しいですね。これちょっとユニタイムズ聞いて考えますね。そうですね、うん、あとなんかすごい映画ですね。はい、まあ、話聞いててなんかこう伝わってくるんですね、うん、サイケでしたわ、うん、ちなみに全体の時間は何分ぐらいですか。1時間ちょっとぐらいだと思います。その中にグワーってこの盛り込んであるんですね。そうですね、なんか話聞いてると2時間ぐらいありそうな感じだイメージがあります。途中で歌とかもあったり、あ、なるほど、ダンスとかあったり面白いです。あ、
ということは内容的には割とパッとこう見れるような、親子で見てほしいなって、お僕が作ったみたいになってますけど、出てきましたよ。なんか今日は青い鳥のあのなんかプロモーション出てるではないけど宣伝みたいな感じですね。そうですね、いやでも感動しましたわ、ほんま正直。あ、いやいいね、はい、感動が少なくなった世の中で。あ、そうですね、うん、なんか今ちょっと言いたそうだった。いや次の読もうかな。あ、次のね、はいはい、どうぞ次の。銀河鉄道39のメーテルはメーテルリンクさんからの由来。あ、そうなんですか。次の方もマジっすか、メーテルがってなってますよね。すいません、適当につぶやいただけです。そうか、どっちだろう。 いやでもこれはあっても不思議じゃないかもわかんない。松本零士先生やったら絶対知ってると思います。うん、だから意外とそうかもわかんないね、うん、そうかもしれないですね、うん、これはマジだということにしときましょうか。マジですこれは、はい、勝手に言っていいですか。見る見るって すいません適当に強いんでね、見る見るって言って、そう見て見てください。騙されたって。いやでも本当かもわかんないですね、うん、これね、これも宿題ですね、はい、ちょっと宿題、そのメーテルのあれですか、はい、はいはい、じゃあ調べてくださいね。じゃあ来週は左近さんがですね、このメーテルの意味も解説してくれますから楽しみにしてください。あ、ちなみに大ちゃんはですね、来週はでも来てくれるでしょう。だから僕は一週お休みか、最後の1分ぐらいでちょこっと顔出してその間左近さんがこう入ってもらうっていう感じでね。あ、そうですか、はい、はい、じゃあメーテルの宿題ね、メーテルね、はい、帽子ね、はい、それから炎は水以外で何で消えるかも宿題しと、これはいいね、これはいいね、はい、はい、でちょっとなんかこう絵文字を入れてくれたりとかして、ね、ユニタイムス知ってる知ってる。おお、僕と一緒だね、僕も知ってますよ、うん、はい、ユニタイムズ、ユニタイムズですか、はい、でね、これさっき2人で ね、あ、これ中国語ですか。中国語ということで、ということで、はい、はい、そうか、中国語か、ね、麻婆豆腐みたいですね、はい、なんか見た感じ見えない見えない麻婆、あ、お湯ってなってるからね。僕はなんかね、なんかラーメンの新種かな、全然なんかこう鶏も入ってそうな感じがイメージがあるんですけどね、これね。あ、すいません、ユニタイムズ一つください。ああ、なるほど、それってちょっと受けを狙ってますか。まあいいか、はい、独り占めは、何一人なんて書いたのあれ。独り占めです。あ、そういうことね、はい、はい、うん、さっきの鳥がっていう話ですよね、うん、はい、まあ、うん、そうかそうか、はい、分かりました。じゃあですね、今日はですね、そのまだもうちょっとね、例えばその施設とかそういうところにこう子供を預けたりとか、まあ、いろいろあるけれども、一体、本当にどうしていったらいいのかっていうところをね、実は考えていきたかったんですよ、こういう問題をね。もう本当にね、独居老人っていうんでしょうかね、孤独死、それからこのFacebook のね、その思いやリンク地球村のページにも書いてますけど、ホームレスのこととかですね、他人とのつながりっていうのがね、本当に急須なんですよね。なんていうのかな、本当に普段あんまり何気に考えないですけれどもね、よくよく本当に考えたら、やっぱり人間ってみんな本当にこうじゃないですか。そうだけれども、実際になんか公園でなんかこう横たわっててとか、もうどうなってるか分かんないとか、あるいはもう本当にこう道でね、こうなんかひょろってなんか倒れてて、まあもちろん酒で酔っ払ってひっくり返ってる人も中にいるかも分かんないけども、普通こう僕はちょっと宮崎っていうか九州の方ですけどもね、やっぱり地方に行けば行くほどね、そういうのあったらほっとかないですよね、大体ね。基本声かけるし、ところがなぜか知らないけど、やっぱり都会に来れば来るほど、ちょっと偏見も多少あるかも分かんないけど、来れば来るほどそういうのって意外となんかもう当たり前みたいな感じっていうか、もう何とも思わないみたいなのありますよね。これはどうですか、介護福祉さんじゃなくて社会福祉さん炎の。なんで大阪にね、ホームレスの、日本のホームレスの8割が集まってるらしくて、それとかな、うん、僕が勉強してた当時なんですけど、はい、万博の、はい、昔の70年の万博の時に出稼ぎに来た人が、うん、そのまま肉体労働について、はい、で結局働けなくなっちゃってそのままいる人っていうのが多いらしいです、ね。ああ、なるほどね。すごい、たくさんの兄弟の中の次男さんとか家継がない人がみんな夢見て来はったんやけど、うんうん、そのまま
そうですね、うん、そこに着いたっていう人が多いみたいですね、うん、はい、というのは今はね、そういうこうちょっと質問したことに対する回答とはちょっと違ったんですけどもね、聞いておられる方はすごく分かったと思いますけども、ちょっと違う回答じゃないかなとか思いながらね、例えばそのホームレスの現状が何かとかそういうことを言って今言ってくれましたけれども、いやそういうね、冷たい世界があることについてどう思いますかみたいなちょっと投げかけをしたかったんですけど、はい、もうなんか次出てくれそうにない感じがしてきたそれってなんかこう作ってますかはい、じゃあ何ですか、騙す人が多いんですよっていうのはこれは何かな、さっきのそのやっぱりこう何ていうか都会ではもう麻痺してるような感じっていうことですね。都会はね、まあ、要するにそういうコメントが欲しかったんですよねはい、で都会は最近のホームレスは何ていうか、朝昼いないんです、ああなぜなら、うん、一つのところに入れないので歩き回ってる、ありえない、毎日歩き続けているんですって、こう一つのところに入れないっていうのはこれどうなんかあるんでしょうかね、これ炎の、社会福祉さん、最近、ね、公園とかでも締め出しがかなり多いみたいですね、そういうことなんですかね、そういうことの入れる場所っていうか、前ってほんまに駅のホームとかね、夜通しとかって言い張ったと思うけど、はい、でもね、なんていうのかな、本当にね、もうちょっとダメですね、クワーってなりそうな感じなっていうのは、いやいや、コメントの話じゃないです、そういうことじゃなくてね、本当にそのホームレス多いっていう話あるでしょ、みんな同じ人間ですよね、もちろんそれはね、ホームレスになられた理由っていろいろあると思うんですよ、中にはそれこそもう不真面目にというかね、それも確かにあると思うんですよ、だけどもやっぱり僕ら知ってるのはなんか失業したとかね、なんかそういうこうやむにやめないっていう日本語あります、やむにやまれず、やむにやまれずっていうかね、そういう理由でってある、でそれとそういうホームレスの現状と実際に空いてる家がいっぱいあるじゃないですか、国が管理してるとことかね、まあ国あるいは自治体が管理したりとかね、これね余ってるわけですよ、もう1年も2年も3年も4年もとかね、あるいはこう昔官舗の宿とかっていうのでなんかいろんな問題とかあったじゃないですか、全部多分ね何万人って8万人ぐらいじゃなくて8割いる、ちょっと正確な人数わからないですけど、ホームレスの数、ホームレスの数はわかんないですね、数はね今のもねだけど、はい、本当にそういうのある中にね、まあ、もちろんそんなことしたらやっぱりちゃんと家賃とか払ったりとか、土地のね税金払ったりしてる人からしたらなんでなんだとかやっぱりこうなったりとかねするとかっていうのも、まあ、あるでしょうけれども、本当に おかしいねこれね、そうですね、ほんまにこれやっぱり左近さんしかいないですよ、これ解決できるのは、今ねコメントで、同じ人間絶対助けたいですって言ってあるんですけど、ほんまに僕ら割と簡単にホームレスさんって言っちゃうんやけど、まあホームレスっていう人はいないですからね、そうですよ ね、ほら一人ずつ、ね、これちょっと今日のヒット発言でもやっぱり、行政が対策しようっていう時に、やっぱりホームレスっていうくくりでくくって、しまうから個別的な対応っていうのがやっぱりできないっていうのもあると思うんですよね。これはどっかで勉強してきた知識ですか。いや僕その生活保護施設でちょっと入れたことがあって、もう常にそういうのを思いながら、そうですね、理不尽さは感じてましたけど、理不尽さを、そうですね、その時はそうですね、じゃあもうちょっと左近さんがこう溜めてる理不尽さをこうもうちょっとこうせっかくなんで時間が押してますけどももうちょっと一つ二つなんかこう今このネットはですね、もう日本だけじゃなくてこうアメリカにもヨーロッパにももう地球の裏側ね、全部つながってるんですよこれ、まあ、聞いてくれてるかどうかわかんないですけどこうちょっと発言しちゃいましょう、これ今ですか、もうじゃあ一ついきましょう、なんか理不尽な
今ねこうホームレスという一括りでやって一個一個の人間というそれで個別の対応が本当にこの野郎って、この野郎ぐらい一つぐらい入れておきましょうか。この野郎、そうですね、歌でいきますか。あ、歌でね、はい、じゃ あ, あの理不尽さも歌でいくんですか。そうですね、まあ、いろんなことをふわっとね、うん、包み込んだような。あ、さすがやな、本当にやっぱりこう僕とちゃうな。なんだ、なんですか。やめてください。僕はやりづらくなる一方ですよ。もう僕は過激な人間ですけど、やっぱり左近さんはあったかいな。よし、じゃあちょっともう少しチャット読んで、はい、今日 の, あのスペシャルコーナー行きましょうか。はい、左近さんは福祉に聞きます。そのもっと上に左近さん拗ねちゃったってだけど冗談、ちょっと冗談、はいはい、だからだんだん話しかけないようになって。いや、これはホームレス。あ、違うのか、坂本さんのことじゃないですね。はい、そうですね、なって言ってしまう、うん、だからだんだん話しかけなくなってる。だからっていうのはこれどういう、あ、しまうっていうのは、こうあっち行ったりこっち行ったりして歩き回ってるからっていうことですかね。騙す人が多いから、あ、余計こう警戒しちゃって、はい、田舎者は、あ、そういうことね、うん、はい、最近声をかけますが、あ、最初声をかけますが、うん、騙されてその、経験を重ねてだんだん話しかけないようになっていくとね、やっぱ悪循環ってことですよね。そうだね、ここでもね、ちょっと本当に問題にしたいのはね、なんかこうなんで騙すんだろうって思っちゃいますよね、うん、やっぱりなんか騙す原因みたいなのがどっかにあるんでしょうね、うん、まあ、なんかそういうなんかね、どん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 奥にね、あの問題をね探っていきたいなっていうのがこのね、左近我が家なんでね。今日はでもこれぐらいで一応置いといてね、うん、でまあ同じ人間、うん、絶対助けたいですっていうことでね、本当に、うん、考えていきましょう、うん、はい、うん、そうですよ、うん、で左近さんは福祉に聞きます。聞きますですね。サコンってお薬みたいですね。なんかね、だから栄養ドリンクみたいな感じですね。ウコンは二日酔いに効きませんが。あ、うん、これつなげてるわけですね。なるほど。サコンさん出しちゃってっていうのはさっきのあの理不尽さんの話ですよね。あ、ね、はい、じゃあそれはね、次コーナー、このサコンおっちゃんのここが我が家スペシャルコーナー、次待ってますので、その前にちょっとコマーシャル行きたいと思います。僕の夢、僕の夢は優しい世界を作ることです。それは今戦っている相手にも優しい世界、みんな大切な人がいるはずなんです。そんな綺麗事を本当にするのが僕の夢です。宗教はもう当てにならない、神様には頼れない、その通りだから、はい、ということでね、ここが我が家実は音楽番組ということでですね、普段あまりする機会というかね、そのコーナー設ける機会なかったんですけども、まあ、今回左近さんが登場ということなので、音楽コーナー本来の、はい、コーナー準備させていただきました。じゃあもう早速いっていいですかね。そうですね、じゃあ、あとじゃあ紹介して、はい、あ、どうも左近栄俊です。ちょっと一曲今日は歌わせてもらおうと思います。インフィニティっていう曲なんやけど、あれやね、ちょっと自分の曲の説明するのって自分のギャグの説明してるみたいで恥ずかしいよね。よっしゃ、じゃあとりあえず歌で。私は
ただ心が照り返す鏡でいいよ鏡でいいよその向こうから見つめていたいお互いがお互いを照らし出す横に今あなたは私で私はあなたで今夜一人きりの寂しさは一人きりのものではない最後ミスちゃった。はい、どうもお疲れ様でございましたということでね、ミラーリングっていうんですか、うん、あミラーリング鏡っていうことかな、歌詞であったからかな。あ今のインフィニティっていう曲で、あで最初に言ってましたよね、うん、はいはい、で、まあ、上京して散々でした、ね、あ違う違う、もっと 前になんかいろいろね、うん、相対性、はい、うん、こう相対性、あその後ですね。あバコン、サコンさん、あの福祉の番組やったらどうですかって、さっき読んでなかったですよね。読んでなかったですね、はい、福祉の番組、でも福祉、そうですね、なんかでもいろいろね、はいはい、盛り込んでいきたいですね。あ、はい、いろいろね、はいはい、で上京して散々でしたってさっきね。でからミラーリング中やつかい、これは何だろうね。ミラーリングってそ、あのさっき あのホームレスとの話のことでの言ってるんですかね。あそうなんかな、うん、うん、そうかもしれない。ふさこさんなんか食べてるんですか。食べてないですちょっと放心状態になってる。あ放心状態です、はい、相対性、ユナダビスこうそういう意味の相対性かな、うんうん、
すごく霊的な歌ですね。そういう感じですか。どうかな。でも、うん、そういう心の世界の曲かなって思いますけど。あとこうなんて感じですかあれ。一瞬意識が。一瞬意識がそっちに行きましたよ。あ、今来てましたこっちに。ああ、なるほどなるほど。はい、ありがとうございます。霊的な歌っていうね。はいはい。はい、じゃあそしたらですね、もう一曲お届けしていきたいと思うんですけども、はい。でその前にちょっとじゃあ、コマーシャルを。そんな人間っていうのは誰もが幸福を求め、あるいは幸福を願い、あるいは平和やその自由っていうものを求めてるし願ってると思うんですね。ところがそれが未だかつて実現されたことがない、人間が願い求めてるけれども実現できない原因っていうものが実は隠されてきた。この地球がどうなっていくかっていうのは一言ではなくてやっぱり自分のことでもあるしね。普通の人はまあ言ったら知らない、まだ出会ってない、やっぱりそういったものがあるわけですから、今放送を通じて明らかにしていかないといけないっていうのがまあ目的役割ですね。人類の歴史、神の歴史、全ての歴史において絶頂期だと思うんですね。そのゴールに向かってとにかく一緒にやりましょう。新しい世界作りに行こう。はい、ということで、ね、なんかこうこの映像を見てるとさっきの今のコマーシャルの続きの映像みたいな感じに、見えますけど、はい、ちょっとこうなんていうのか久しぶりに、させていただきます。なんかコメント入ってますね。霊的ななんとかチャット懐かしい何ちゃんひげおじ、ああひげおじって書いてあるね。ああおっちゃんのことですね。ちょっとあチャットじゃなくてちょっと懐かしいっていうことですね。はい、最近はもうなんかね伸ばさなくっていうかもう伸ばすというよりあの時は反らなかったというだけの、はい、じゃあ今ねちょうどコマーシャルで歌ってた歌を行こうかなということなんですね。はい、でちょっと左近さんも一緒に、やろうかなっていうような感じで、はい、そんな、ことじゃないんだよっていうね、そんなことじゃないんだよっていう、まあ、そういうテーマの歌ですけど、もう時間をしてますけども最後じゃあもう一曲だけやって、で最後まとめして終わっていきたいと思います。いきますね。そんなことじゃないんだ、そんなことじゃないんだよ。答えは見つからない、そう思ってるかもしれないけど、そんなことじゃないんだよ、もっともっと違うことさ。アメリカがどうだとか、イスラエルがどうだとか、そんなことじゃないんだよ、もっともっと違うことさ。ちょっと一回
これ以上無駄な争いはいらない、もう十分すぎるほど殺し合ってきたんじゃないかい、今からみんなで新しい世界作りに行こう。そんなことじゃどうもありがとうございましたということで、そんなことじゃないんだよというコマーシャルで歌ってる歌の、ライブバージョンですね。いやー、横で聞いててグッときましたわ。はい、グッときましたか。ありがとうございます。なんか人の聞いてるの気持ちいいですけど、自分なんてなんかね。わかります。はい、ということでですね、はい、はい、ここが我が家音楽番組、ちゃんと音楽のバージョンがね、音楽のバージョンじゃなくて音楽のコーナーが、お届けすることができました。はい、そういうことでもう放送時間がだいたい10分ぐらい過ぎてしまいましたけれども、今日は青い鳥って知ってますかっていう、その劇画にもなった、劇画というか劇にもなった、映画にもなってるその青い鳥っていうことを、知ってますかっていうことと、あと青い鳥、いわゆる幸せですよね、幸せっていうのは一体何なんだろうっていう、そういうかけてちょっとこうお届けしていったわけですけれども、これはもう来週に回答っていうか答えの方はちょっと引き続き、そうですね、ということで左近さん来週も本当来てくれるんでしょうか。あ、そうですね、来てくれますかね。いいと思うんですか。ちょっとねこの後ねなんかいろいろとよいしょしないとちょっと来週は来てくれないかもわかんない。いやもでもみんな青い鳥ね、見てほしいですね。本当にちょっと面白そうな感じになってきましたね。もう最近どうなんですかね、映画をよく見る人は結構見てるかもわかんないですけど、左近さんもあんまり最近映画見ないでしょ。最近見てないですね。昔は見てましたけどね、僕も最近あんまり見てなくってっていうかね、で実際になんかこう本当に感動することが少ない日々の中で、意外とその映画ってすごくこう感動与えてくれたりしますよね。悔しいですよね。そうですね。人間が実際に実写で生きてる中で感動が少ないところが、その作ったものの中にね。ということは本当はそういうこの感動の、その実写の人生っていうのも本当は人間だからできるわけですよね。じゃあ今度はそのいつかその感動について、そうです、なんでそれができないのか。実はユニタイムズアニメ解説っていう中で第1回目やりまして、第2回目がまだまだなんですね。感動美人生いかにできるかっていう話でね、じゃあそういうことでまだ結論には至ってませんけれども、来週もまた炎の社会福祉士ですね、はい、左近さん来ていただけるということで、それから炎のギタリストの原大輔ね、彼も今日ぐらいは今東京でライブかな、はい、今日はね東京でライブかな、お休みかな、はい、東京にいますね、ということで来週には戻ってくるということですので、はい、なんかいろいろ戻ってくるということですので、来週は大ちゃん左近っていうこう2人の
名コンビでお届けできると思います。それで今日の引き続きの回答を楽しみにしていただければありがたいのと思います。じゃあ最後ダーッとチャットの方を読んで、はい、終わらせていただきたいと思います。はい、はい、おっちゃんの感想ですかね、曲の。おお、パチ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 、やったやった、超大好きな曲です。おはじめ人間ギャートルズと共演させたいかも。なんでだろう、僕ら原始人ルックじゃないだからじゃないですか。あ、そう、うん、原始人ルックなんか。はい、おっちゃんの歌は暑さの中に悲しみが入ってるから胸に響く、うん、おお、うん、ありがとうございます。 しみる、照れますよね、うん、わあ。わ、原さんとのバージョンもいいけど坂本さんとのやつも最高。みんなでもおだてるのが上手な感じですよね。あ、嬉しいですよね。まあ嬉しいけどね、はい、うん、あんまりそういうふうに裏読んじゃいけないね。はい、新しい世界作りに行こう、ね、ね、本当に行きたいでね、うん、はい、これなんか数字がいっぱい並んでますよね。はい、永久保存版、永久保存版もう一曲、そうですね、またね、またね、行きたいですけどね、はい、今日はもう時間もありがとうございます。はい、サコンさん来てね、来てね、いや、サコンさん、サコンさん来週来てくれるかな。この人面白い人だ、ね、来週ね、ちょっとちょっとね、相談、はい、おっちゃんとね、え、僕と相談する必要ないですよ、はい、もうサコンさん OK だったら全然はい、はい、そのがありがたい、はい、名コンビ、迷うって書いてあるね、迷うコンビですね。ああ、なるほど、名コンビか。そうか、でも佐久間さんかわいそうですよね。なんですか、突っ込まれるから。あ、でもありがたいことですよ。あ、そうですか、はい、愛の無知指導がね、かわいがりです。今日ちょっとなんかいじめの世界をこう再現しながら皆さんが関心を持っていただけるとありがたいなという感じで、はい、ブッキングセット、固定ねということでね、はい、ブッキング、だん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 なんかこう誘導されていってますね。やばいですね、はい、どうしましょうか。いや、嬉しいですね、はいはい、意外にお似合いの2人、そうか、意外にある意味漫才コンビみたいな感じですね。ボケとツッコミみたいな感じでこう突っ込んでっていうか。ボケボケですけどね。あ、僕、はい、あ、そうか。いや、でもね、そうやな。あ、っていうかね、そうそう、今のでね、ちょっともうずっとこうこの辺に詰まってたものがね、ちょっと今一つ、何ですか。ね、漫才でね、はい、いつも言うボケとツッコミってあるでしょ、はい、あれっておかしいですよね。今みたいにツッコミツッコミでもいいし、ボケボケでもいいし、交代していった方がいいと、ね、なんかこう片方がボケないといけないとか、片方がツッコミ、あれってなんかもう飽きましたよね。あ、でもね、確かに、でもいろんな形出てきてますけどね、今結構だ、やっぱりそれが崩れてきてるんですよね、うん、だからそれがね、ずっともう何十年も昔から漫才見ながら言いたかった。ああ、そうですか。結構昔の伝統的なそのお師匠さんって、うん、お前ボケな、お前ツッコミなって、こうパターン完全に決めちゃうじゃないですか。あ、そうですね。で、でもそれが崩れてきたっていうことなんで、やっぱりこうどんどんね、そういうことなんでしょうね。いや、楽しいか、楽しいです。うん、じゃあ漫才コンビということで、はい、今度はあれしましょうかね。今回はこう、まあ、ちょっと青い鳥っていうのありましたけど、はい、またいずれちょっといつぐらいか分かんないですけども、ここが我が家漫才版っていうような感じでギター漫談ですか。ギター漫談でもいいですね。はい、はい、ちょっとそれも考えて、あとはそのあれですね、皆さんからのリクエストによって。あ、そうですね。でもほんま今日思ったけど、すごいチャットがあったら嬉しいですね、うん、嬉しいね、嬉しいですね。話さなくていいもんね。いやいや、だからすごいね。っていうか、あの後ちょっとまた言えるあったかいんだからってね。そうですよね、最近流行ってる歌ですよね。あ、そうなんですか。そうなんですよ。ボケボケ漫才、そうかそうか、最高、ボケボケコンビ。おお、いや、でも左近さんいるとやっぱり違うのは、はい、そういうこの世間の話題を分かってるっていうことですね。僕なんかそのあったかいんだからって多分出てたとしたら、ただ普通にあったかいって言ってくれてんだなって、それぐらいのコメントしかできない。僕もちゃんと聞いたことないですけど、うんうん、すごい流行ってるらしいですよ。あ、はい、今実はこうやってね、漫才の今練習やってるんですよ。面白くない。
あ、そうか。面白くないっていう。ほんまですか。ちょっとやばいな、これね。受け止めながらね。ちょっと練習しないといけないな。今結構笑ってもらえるかなっていうノリだったんです、今の。ほんますか。うん。僕らは笑えるでしょ。あ、まあそうですね。僕は常に楽しいですよ。っていうか、迷惑がってますけど。いや、もう締めましょうか。締めましょうか。はい、ということでですね。はい、本当に、ちょっと大体に約20分ぐらいちょっと超過してしまいましたけれども、第53話じゃなくて4ぐらい言ってますよ、うん、第50なんだな、なまあいいかそこはね、はい、はい、青い鳥はいけてるいけてるって、いやいや、なんかお笑いの可能性締めましょうか。はい、締めましょうか。今回はですね、第54話ですね、はい、はい、ネット放送局ユニミックスがお届けいたしました。ここが我が家、私炎の地球大掃除委員会代表のおっちゃんでございます。そして歌う社会福祉士佐藤家俊でした。はい、じゃあ皆さんまた、の前に、お便り、皆さんのお便りをお待ちしております。メールアドレスはですね、ここじゃなくて我が家アットマークユニミックスドット JP、 我が家アットマークユニミックスドット JP までお送りいただきましたら、いろんなバージョンのここが我が家お届けさせていただくことになると思いますので、よろしくお願いいたします。それではその後 何考えてなかった、それではよくあるじゃないですか、良いお年をとか。あ、そうです。良いお年じゃないから、それでは今日木曜日、木曜日です、良い週末でしょう、良い週末をですね、はい、それでは皆さん良い週末を、今宵も素晴らしい夢を、夢って何て言ったらいいの、 Have a good dreams じゃなくて、今夜も素晴らしい夢を、全然終わらないね、そうですね、夢を、そろそろ言われますよ、言われますね、はい、おい、どうなってんだってね、はい、はい、もうあんまりこう引っ張りすぎたら怒られるって、はい、それではまた来週お会いしたいと思います、はい、ここが我が家でした、ありがとうございました、さよなら。